らだと枯れちゃうんだよ。助けてあげてください。皆さんこんにちは。レアです。フスカです。レアちゃん、くしゃみして。どうしたの？お風邪？なんだろう、具合は悪くないからお風邪じゃないと思うんだよ。じゃあきっと誰かがレアちゃんの噂してるんじゃないかな。え、どんな噂？まあいろいろだよ。いろいろ。フスカも噂されてる。私は本当に風邪だよ。え、大丈夫なの？大丈夫大丈夫。皆さんも夜に暑くてエアコンつけっぱなしで寝たりして風邪ひかないように注意してくださいね。注意だよ。風邪といえば植物さんも病気になるの、皆さんご存知ですか？食虫植物が枯れる原因で意外と見落としがちなのが病気なのです。そうなのです。今回はハエトリソウちゃんの病気の予防と対策について紹介してみます。レアちゃんのハエトリソウさんは病気大丈夫？大丈夫大丈夫だよ。最近曇り続きであまり日向ぼっこできてないけど、ハエトリソウちゃんたちは今日も元気元気だよ。あれ、ちょっと待って、この黒くなってるの、怪しくない？あ、ほんとだ。葉っぱが黒くなってる。こっちもだよ。私は病気は苦手分野なんだよ。病気になったら葉っぱの一部が黒くなって枯れるけど、普通に葉っぱが枯れる時も黒くなって枯れるから、見分け方が難しいよね。でもこれは葉っぱの数がそんなに多くないのに黒くなってるから、病気の可能性が高いんだよ。これくらいの葉っぱの数で、もう葉が古くなって枯れちゃうことはあまりないと思います。葉っぱの枚数が一つの判断基準になりそうだね。よく見たらこっちにも怪しい黒いのが。多分これらは炭疽病っていう病気なんだよ。カビが原因で発生する病気で、梅雨などの雨や曇りのジメジメした日が続くと、この炭疽病になることがあります。病気は一つから周りにどんどん感染していくこともあるから、早期発見が大事だね。それでは早速対策していきます。こういう病気には植物用の殺菌剤を使うんだよ。ちょっと待って。病気かどうか判断に迷うときはどうするの？病気の判断ってすごくハードルが高いと思うよ。病気かどうかわからなくても殺菌剤をまいておけば予防にもなるから、病気じゃなくても定期的に殺菌剤を散布しておくのがおすすめだよ。なるほど、予防は大切だね。今回はダコニールっていう殺菌剤を使います。間違ってダニコールって呼ばれやすいんだよね。ダニを呼んじゃダメなんだよ。ちなみにこのダコニール以外にもいろいろ殺菌剤の種類があって、炭疽病にはトップ GM ベンレート水和剤も効果的です。 200ml の水を用意しました。この水に希釈倍数が1000倍くらいになるように殺菌剤を入れます。 200ml に希釈倍数1000倍ということは 0.2ml の薬剤を混ぜればいいんだね。すごく少ないけど測れるかな？正確に測れないから大体なんだよ。多く入れすぎて濃くなると薬による害が植物に出ちゃうから注意ですよ。そして混ぜ混ぜします。カルピスに似て美味しそうだけど絶対飲んじゃダメですよ。言うと思った。これを植物さんに散布します。いい感じです。症状が出てない他の植物にも予防として殺菌するよ。植物の病気は一度発症したらなかなか治らないものもあったりするからね。そのためにもこまめな予防は大事だね。サラセニアさんにも病気の予防にシュッシュッシュだよ。でも病気だけじゃなくて害虫にも気をつけないといけないんだよね。そうなのです。栽培環境が乾燥してたり風通しが悪かったりすると害虫の被害に遭うこともあって、その害虫が原因でウイルスに感染したり病気をもらったりするので注意が必要です。食虫植物だけどさすがに害虫までは食べることができないね。植物の栄養を吸い取るハダニとかアブラムシとかスリップスはすごく小さくて甘い蜜には興味ないから食虫植物でも食べることはできません。害虫が発生してるのを見つけたら植物用の殺虫剤を使います。ただ殺虫剤の種類によって効果がある害虫の種類も変わるので、その時によって使い分けが必要なんだよ。害虫対策はまた別でちゃんと紹介しようか。また別で紹介します。とりあえずハエトリソウちゃんの病気の予防はこれで OKOK だよ。あとは病気の経過を見て、1週間後くらいにまた同じように殺菌剤を散布します。ただ、同じ殺菌剤を連続で使用すると、病原菌にお薬の耐性がついて効果がなくなっちゃう可能性があるので、できればさっき紹介した他の殺菌剤を交互に使うのがおすすめです。ということで、今回はハエトリソウちゃんの病気対策について紹介しました。病気と知らずに放っておくと、枯れちゃったり周りの植物にも感染しちゃうので、2週間に1回くらい予防として散布しておくのがいいと思うんだよ。結構食虫植物の病気について知られてないから、病気にかかってるのに知らずに枯らしちゃうパターンも多そうだよね。病気の判断は難しくて、私もあまり自信ないんだよ。詳しい食虫植物マニアさん、ベテランさんでもっと詳しい知識がある方がいたら、コメント欄で教えてくださると助かります。よろしくお願いします。今日の動画がためになったと思ったら、いいねとコメントよろしくです。私たちはこんな感じで、食虫植物の情報、豆知識、企画を発信しています。食虫植物が好きな方、興味がある方はぜひチャンネル登録、ベルマークお願いします。それではまた。次回の動画でお会いしましょう。